吉田友派遣動画チャンネルの吉田友です。本日は第33回の武装マラソン、町田地域の新聞社であります武装新聞社が主催するマラソン大会、現在15キロの今外周を取ってきているところです。もう先頭部門は到着をしてますので、この後の人たちが入ってきてます。まだまだ全体では一番速い方のタイムです。全体で3106人、そして15キロの分が約2000人ほど出場してますので、まだこれはベスト100から100から200位ぐらいのところだろうと思います。大勢の人たちが固まりになって帰ってきました。第33回の武装マラソンの参加選手、外周ランナーを外周コースを今戻ってきました。日がまた差してきましたので、非常に暑い環境の中で各選手やや苦しげに帰ってくる人たちが増えてきました。先ほどは雨が降りましたが、この時間は強い日差しに戻ってきました。終わります。